コメント返しです。KT さん、赤井さんはすごく大人で穏やかそうに見えますが、と。はい、そうですか。普段人に怒ったり恋愛の場面で嫉妬などされてきたのでしょうかね。普段人に怒ったりっていうのはね、ちょっと前まで、最後に怒ったのいつかな。なんか娘に切れた時があるから、あれは結構最近かな。2年ぐらい前なのかな なんか それが最後かな。まあね、娘はね、結構だから、まあ唯一だから僕に対してきついこと言うんで、まあそれに対してだから逆ギレするってパターンなんですけどね。まあ言ってくれるだけありがたいんですけどもね。もう本当にだから、あとはね、普通に怒るのってね、年に1回か2回ぐらいたまに切れちゃうんですよね、突然。なんかひどい話で、なんかこう、見ず知らずの人っていうの？その時だけの付き合いの人とか、例えばだからなんかお店のカウンターだったりとか、まあこれも完全に笠原なんですけどね。その頃笠原とかなかったし、なんか知らないけど、なんか気分が悪い時にプチッと切れる時がありましたね。なんかね、学校のデジタル系のスタッフの人になんか、オフィスで5分ぐらい怒鳴りまくってたこととかあって、オフィスのスタッフの子たちがみんなドン引きしてましたけど そんなことありましたね、なんか。だからまあ怒るっていうのはね、まあそれもね、だから今考えるとなんでかというと、怒るっていうことをいけないことだってまず思ってるっていうことをやめるっていうのが必要になったりするんですよね。もしだからそういうところからこう、離れられるんだったら。割と僕もそうだったんですけども、なんかこう悟るとか、なんかスピリチュアルとか、そういうようなとこっていうのは、こう、怒らないように努力するっていうことが、まあ、スピリチュアルみたいな風に、まあ、普通考えるじゃないですか。で、それは、だから、例えば、釈迦とかが怒らないっていうのは、だから、努力してああなったんだって、普通は思いますよね。まあ、それは本当にもう、だから、自分を基準に全てを判断するんで。なんだけども、実は、義人山皆っていう本を読んだ時にですね、まあ、それより前からも、割と、だから、自分を愛しなさいっていうことは、よく言われてて、それはまあ知ってたんですけども、それの意味っていうのが、結局その怒るということがいけないことだと思うこと自体がそうじゃないんだぞっていう、そういう境地。で、そこをね、もう完全になんかね、腑に落ちると自然に怒らなくなります。その怒らなくなるっていうか、だから、その怒った時に、なんで僕は怒ってるんだろうと。なんで私は怒ってるんだろうってことを一生懸命考えます。これの原因は何なんだろうって。そうすると、意外と、例えばね、自分が頑張ってることは相手が頑張れてなかったりとかね。あとはね、まあ基本はだから、頑張るっていうのは結局常識に侵されて、自分が無駄に頑張ってって人が頑張んないから。例えばだから、迷惑をかけないように極力やってきたら、人から迷惑かけたらものすごい腹立つじゃないですか。まあ普通はそうなりますよね。で、そういうふうな部分とかでも切れたりとかするんで、まあ基本的にはその怒りとか、まあそういうなんか不快感とかネガティブとか、そういうようなものっていうのは、今のところの僕の結論として、結論っていうのかな、思いつくこととしては、その常識っていうもの、常識にとらわれている。で、まあ常識ってのは全部だからもうクソなんで なんで、まあそんなこともないんだけどね。まあそれで全部クソって言ってるところが、またね、0100のアスペルガーな感じでね、最終的には中道になるっていうのが、まあ一番いいんですけども、基本的にはそういうふうに、まあ最初は考えるんですよ。僕の場合はもう0と100をこう両方振ってみて、で、それで最終的にこう、あ、やっぱり真ん中ですね。で、最初から真ん中取るっていうのがなんかね、できないんですよね。もう完全にアスペルガーのせいですね、なんか。そんな感じですね。だから波動が下がった時、そういう時に、だからこれの原因はどこにあるんだって、全部自分なんで、相手じゃない。それはもう100%そうなんですよね。それはもう、だから完全に自分、そこもね、もう最近ですね、僕も分かり始めたのって、全てが自分のことなんだと。だからもう、このあなたの生きてる人生は全部自分の思考の単なる投影でしかないっていう考え方、これとかはなかなか腑に落ちるのが時間がかかるんで。なんで、まあいろんなところから、まあ僕の場合はだから、いろいろなんか本読んだりとか、まあ動画見たりとか、まあ動画とかはね、まあそれもありますけどね、やっぱ本が多いかな。そんな感じで、人に怒ったりっていうことはされてきたっていうことなんで、あ、してきましたよ、いっぱい。で、それの原因とかも考えて、まあだから結局はいつもだから、さて、切れた時ってのは、ああ、なんか僕ストレスすごい溜まってるんだなって。それはだから僕ストレス少ない方だと自分では思ってたんですけども、それ単に全部我慢してるっていうか、我慢するっていうかね、我慢するの嫌いなんで、かわそうとしてたんですよね。かわそうということは、それはだから、例えばだから怒りを覚えたらそれをかわすっていう、そういうふうな部分、考え方っていうか、そういうふうな態度、そういうふうな、なんか心の置き方みたいなことをやってたんですけども、そもそもそのかわすということは、その怒るっていう感情を解放できてないというところで、どんどんこう溜まっていくんですよね。その義人山皆では五目っていう、要はゴミっていうことなんですけど、心の中にこう五目がいっぱい溜まって、それがたまに爆発して切れるっていう、そういうふうなパターン。まあ大体そうですよね。だから我慢が
堪忍袋の尾が切れてみたいな感じ。なんか古いな。堪忍袋っていう袋があるんですよね、きっとね。だからそこの堪忍袋っていうところに五目をいっぱい溜め込んでるっていう、本当ね、古い言葉ってすごくよくできてて、その辺がだからそれのなんか尻尾が切れてそこからボワーって出てくるみたいな、そんな感じですよね。怒ることはだからされてきちゃったらされてますし、今だからなんかまあ怒らないと思うんですけどね、先のことは分かんないですけども、怒られることはたまにありますけど、そうですね、まあ今はだからそういうなんか怒るっていう風なそういう感情が動く場面とかっていうところをなった時に、だからそれは何なんだろう。で、常識ともう一個が本能なんですよね。本能の部分。例えばだからこう車に乗ってスピードを出すのは何でだろうとかって一生懸命考えて、で犬の散歩してた時になんかさあ帰るよとかって言ったら急になんか引っ張り始めるっていう、ああこれはだから目的が決まったら早く行くんだっていう、それは何でかっていうと結局その先に餌があって早く行かないと他のやつに取られるっていうところ、そこの本能だったりすると思うんですよね。それがだから車でスピードを出すっていうのも元かなと思うんですけどね。まああとはその常識にとらわれて、その仕事は早くしないといけないっていう、人に勝たないといけない、その人に勝つとかなんかそういう早くとか時間を守るとかそういうのは全部常識なんで、そういうふうな部分とかのどっちかなんですよね。でそうするとこの常識っていうのは、その常識はなぜできたのかっていうことを考えれば、大体その今の世の中資本主義でお金持ちがさらにお金持ちになるために都合のいいシステムになってるんで、そこで全部が常識というものができてるから、まあそれもだから0、100なんで僕の考え方は。まあ一回だからそういうふうに考えてもいかがですかっていう感じですけどね。で本能の部分はね、結局だからその先に餌、早く行かないと餌を取られるっていうところで、取られるってことは人が食べたからその人が幸せだからいいじゃんって考えれるかどうかっていう部分。そもそもがだから食べないといけないっていうところ。実はだからそのブレサリアンとかがだからもう地球上になんか一説では10万人以上いると言われてますけども、まあ、僕もなんか、まあ、ブレサリアンになろうかなと思ったらいつでもなれるような気はするんですけども、まあね、なんか来年の7月にはなんか大変なことが起こってクーマもなくなるみたいな感じなんで、まあその時は本格的にブレサリアンになろうかなみたいな、まあなんとなくね、宇宙からのプラナーのなんか取り方とかもなんとなく分かってきて、なんてお腹空いたらなんかこう太陽とか見てるとお腹空かなくなっちゃうからっていうのがあるんで、ね、そこでだからそういうなんかとか食べ物に対する執着なくなると、そういう風な部分の本能もなくなるじゃないですか。でそこの部分だったりとか、まあだからそういう風なところの、まあ、魂の成長とかそういう風な部分、基本はだからその生きてるってことは魂の成長のためっていうことなんで、そういう風な感じなんですよね。で次がですね、恋愛の場面で嫉妬などされてきた、これね基本的に嫉妬ってのをねしなくなってんのはね、もうね、20代ぐらいからね、嫉妬ってしないんですよね、なんか。まあ、僕はオリオン星人なんで、サイコパスなんで、倫理とか、そういうものが欠如してるんで。なんで、まずだから、例えばだから、その彼女に彼氏がいるっていうことが分かったら、そこでだから諦める人って多いじゃないですか。なんだけど僕全然諦めなくて。いや、だからその彼女がどっちを取るか、あとは両方付き合うか。だから、両方付き合うとかっていうのも別にだから全然ありな、ありっていうか僕はもう何とも思わないんですよね。だから、そういうふうななんか嫉妬とか、まあ嫉妬ってのかな。まあだから、それ全部基本所有欲から来てるみたいなんですよね。なんでまあその所有欲っていうもの自体も、だから元々はだから縄文時代とかそういうふうな部分っていうので今所有というものがなかったんで、だそれが本来の人間の姿なんですけども、そこを所有欲というものをこう刷り込まれて、で、それに対してそれをああだこうだって考えて、それを手放すっていう、だから刷り込まれて手放すって、そこが人生のなんか魂の成長になるっていうところ。だからこう、縄文時代に生まれたら、そこの部分っていうのが、だから、鍛えられないから、なんでこの時代を選んだっていう考え方なんですけどもね。ただだから僕はその所有欲がないっていう、まあでもね、所有欲ってのもね、だから、おそらくその、嫉妬するとか取られるとかそういうふうなことに対して自分が傷つくことが嫌だから、それに対して交わしてるっていうだけの話だと思います。例えば、まあ、一夫一夫制だったりとか、そういうふうな部分とかっていうのも、まあ、だから、ね、男の人とかはね、割とそうじゃないパターンとかも、歴史的にもずっとそうじゃないですか。なんかそういうふうな部分があったりとかして、まあ、それもでも、だから、殿様とかだったらね、所有って考え方だったりするわけで、うん、だから他の人とね、やったらなんかね、死刑にしたりとかもしますよね。なんだけどね、だってその人が幸せだったらいいじゃんって考え方にすれば、別にだから、どっちとどっち、どっちが好きなのとかね、そういう比較の問題じゃないと思うんだよ。両方好きでいいじゃんみたいな。なんかもうほんとサイコパスですよね。はい。なんで、まあ確かにだから、中学生、高校生ぐらいの時、なんか好きな子がいて、そいつがなんかそのやっぱり同級生の男の子と付き
合ってるみたいな話をしたときに、その同級生のことを嫌いになるわけじゃないんだけど、なんでだろうとかつって、僕はだからなんであいつがで、なんで俺じゃなくてじゃなくて、なんかやり方が悪いんだろうな、どういうふうにすればいいんだろうなとか、そういうふうな考え方をしちゃう人なんですけども。まあ、そんな感じですね。だからまあこの辺の、だからなんか怒りとか嫉妬とか、この辺周りのなんか僕の中のなんか今の見解とかは、こんな感じです。とても面白い。で僕は面白い話ができました。ありがとうございます。またお寄せください。よろしくお願いします。ありがとうございます。